皆さんこんにちは。今日はですね、業績を上げる3つの方法に関してお話をしてみたいと思うんですね。業績を上げるために、会社の方では3つ考えます。1つはハードウェアをどうするかって考えるんですね。そしてソフトウェアで、最後はヒューマンウェアとこう考えるわけですよ。ハードウェアっていうのは、例えば機械とか設備とかそういうものですね。ここでも今撮ってるカメラ、とても立派なカメラで撮ってるわけですけども、そして例えば皆さんのオフィスですと、パソコンを立派なものをするとかですね、あるいは生産工場ですと生産設備を新しいオートメーションのものにしていくんだっていう、そういう設備をそのいいものに、性能のいいものにして、業績上げようというと考えます。しかし、その設備があってもですね、なかなかそれを動かす、そういう技術であるとかノウハウとかですね、そういうものがどうでしょう、なかったらなかなかどんないい設備であっても難しいですよね。で、皆さんね、実はですね、皆さんの画面、私の後ろにはとても綺麗なお庭が映ってると思うんですけども、実際に私これ撮ってる時は後ろはですね、グリーンの布が貼ってあるんです。で、それがグリーンの布が設備なんですけども、彼のですね、今カメラさんの技術によって、この技術とノウハウによってですね、この立派な多分お庭になって皆さんの画像の中には映ってると思うんですね。それはもう彼の技能技術の問題になって、まいります。そういう意味でハードウェアがいくら立派であっても、それをどう加工するかとか、どうそれを皆さんにお届けするかっていうところのノウハウとか技術とか、そういうものがないとなかなか立派な商品製品にはならないわけですね。それからもう一つ、ヒューマンウェアっていうのはですね、その人間の能力とか意欲とか、そういうものです。個人の能力欲もありますけども、組織は集団になりますから、その組織の持っている活力だとか、あるいはお互いのコミュニケーションとか人間関係とかありますよね。それから社風風土っていうのがあります。社風風土っていうのは非常に創造的で挑戦的な風土なのか、あるいは、前例重視で事なかれ主義で無難に行こうという、なんとなくぬるま湯的な社風風土なのかって、いろいろこうあるというふうに思うんですね。そういう意味でその成果というのは、ハードウェアとそれから、ソフトウェアとヒューマンウェアと、この3つから成果があるということを申し上げたいのが第1点ですね。そして第2点目は、お金がかかる順、これはですね、このカメラも立派なカメラで もういくらなんだろうなって、私いつもこう覗きながら、これ今2カメで撮ってるんですが、2つのカメラ金かかるんだろうなと思いますし、から彼は、このカメラマンさんは、私のこの画像を撮るためにこの設備である後ろのこのグリーンのですね、設備を新たに購入してくれたわけでありまして、設備っていうのは設備投資っていうお金がかかります。そしてそれを動かすハードウェア、ハードウェアを動かすソフトウェアですね、これ技能とかノウハウとか、そういうものは技術とかノウハウ、それは場合によっては買うことができます。このカメラの例で言いますと、他のテレビ局さんからどうやってんだって、ほんの専門家、超専門家が持ってるようなノウハウをですね、何十万で買ったり、あるいはコンサルタント頼んで指導していただくということがありますね。我々もそういった、ソフトウェアをコンサルタントとしてですね、どうやってやったらマーケティングがうまくいきますよとか、生産管理、品質管理がどうするんですよという、その技術ノウハウをコンサルとして行ってやる場合があります。しかしですね、これもちょっとお金かかりますね。コンサル頼んだりノウハウ買ったりしますと。で、実は一番重要なのは最後のヒューマンウェアといいましょうか、彼らの意欲づくりですよね。そして能力開発、これは能力開発もいろいろありまして、こう集めて集合教育なんかするとお金がかかりますけども、オンザジョブトレーニングといって、上司が部下に対して仕事を通して育成するということもありますし、もっと重要なのは一人一人がですね、セルフデベロップメント、つまり自己啓発で自分で本を読んだりネットで調べたりして、自分の能力を、あるいは技術を開発していくというね、そういうことをするのが一番望ましいと思うんですよ。
でこれはまあお金をかけようと思ったらかかりますし、かけないでやろうと思ってみんなの意欲を高めて、そういうラーニングオーガニゼーションといって、まあ、学習型組織にしていきますと、これはまあ望ましいわけであります。問題はその会社の社風というのがありますね。社風あるいは文化コーポレートカルチャー、これがいくら設備が立派で技術を持っていてもですよ、まあ今までのこと今まで通りやればいいんじゃないですか、ね、想像したり挑戦していることを嫌がる、無難にその場を収めていこうという、まあ、よく言われる官僚的なそういう組織や体質風土があったらなかなかうまくいかないわけであります。そして私は結論的にはですね、これからこういう時代になってきますと、やっぱりこのヒューマンウェアと言いましょうかね、それが重要だと。個人の能力意欲を高める、そして集団の活力だとか、あるいはコミュニケーションの関係、人間関係、そして会社の職場の持っている風土文化、これをですねいいものにしていく、望ましいものにしていくということが非常に重要ではないかなというふうに思います。ぜひ、まあ、これからはそのヒューマンウェアに注意をした能力開発、そして意欲作り、社風作り、まあ、全体のコミュニケーション関係というものに心を配ってですね、組織の活力を上げていっていただければというように思います。